こんにちは、服作りスクール代表の河野ゆきえです。今回はありがとうチャンネル登録数1万人プリンセスドレスの作り方第2弾です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。前回は裏地付きファスナー付きドレスだったんですけど、今回は裏地なしのゴムでできるプリンセスドレスの作り方をご紹介します。どちらが簡単なのか人によって違う気がしますけど、ゴムの方が簡単じゃない？という気持ちで作ってみました。色を変えるだけでお子さんの好きなプリンセスになりますので、ぜひ作ってみてください。こちらは少し前からラプンツェルファンからアリエルに乗り換えた娘に作ってあげました。人間のアリエルのドレスにするか人魚にするかで迷ったんですけど、ちょうどこのシフォン生地があって人魚のドレスっぽくなりました。今回のこだわりはゴム仕様なのにゴムで作ってるように見えないということです。プリンセスドレスなのにこのウエスト部分にギャザーが寄ってるって嫌ですよね。今回はこの後ろが伸びて脱ぎ着できるようになっています。生地を選ぶポイントですが、このように長い横幅の生地をクシュクシュクシュっとお子さんの体の大きさに合わせていくので、ちょっとここが分厚くなってしまいます。なので普通から薄めの生地をおすすめします。そして裏地を使用していないので裏地なしでも着用できる生地がおすすめです。私は今回このニットを使いました。プリンセスドレスには珍しいと思うんですけど、ちょうどアリエルの色のニットが家にありまして、使わない選択肢はないなということでニットを使いました。もしこれがなかったら伸びない不白の生地でサテンとかそういうので作っていたと思いますので、特にこの生地を使いなさいというのはないので、お好みの生地で作ってみてください。お子さんと一緒に選んでも楽しいですよ。型紙はこんな感じです。結構型紙の解説が長くなるので別動画で型紙の作り方をお渡しします。これは私の思いなんですけど、手作りって子供のぴったりサイズが作れるというのが醍醐味だと思うんですよね。平均値から身長何センチの子はだいたいこんなもんだよって数値は割り出せるんですけど、一人一人体型って違うじゃないですか。なので買うんじゃなくて作るんだったら、私はお子さんの体型に合わせて型紙を作ってほしいんです。お子さんにオートクチュールを仕立ててあげましょう。こんな思いから何でも自分の力で服が自由に作れるようになるカリキュラムを組んでスクールを作ったわけなんですが、スクールに入っていない YouTube の視聴者さんにでもオートクチュールが仕立てられるように今回も頑張りました。頑張ったので作られた写真とか公式 LINE でもインスタでも何でもいいので送ってくださると非常に嬉しいです。公式 LINE では服作りを仕事にしたい方に向けて服作りを仕事にする無料動画講座をプレゼントしています。オートクチュールが作れたら仕事にできちゃいますね。気になる方は概要欄よりゲットしてください。では型紙の作り方は後でじっくり見ていただくとして、作りたい方はまず覚えなくてもいいので、1回は全体の流れの雰囲気を知るために倍速でもいいので最後まで見てください。全体像の把握は非常に大事です。そして型紙動画を見ながら型紙を作っていただいて、この動画を一時停止しながら作っていってください。型紙の作り方動画については最後でお話ししています。では作り方スタートです。ではまずは後ろ身頃ですね。裏はシャーリングにするのでゴムをつけていきます。今回は3ミリのゴムです。細い方が可愛いかなと思います。一番上は2つ折りにしてゴムを通すので 1.5 センチ、それ以降は1センチ間隔で線を引いていきます。まずは上を2つ折りにします。端処理をして 1.5 センチのラインに合わせて折ります。端処理してきました。 1.5 センチのラインに合わせて縫っていきます。念のためゴム通しが入るか確認しておきます。ではゴムをつけていきます。ゴムの端が均等になるように1センチサイド側に線を引いておきます。ずれないようにゴムを固定していきます。ずれなければいいのでどんな縫い方でも大丈夫です。
反対側を留めていきます。反対側は引っ張ったりもしないので、タワー結びもせずつけていこうと思います。固定し終わったら、しつけをサイド側に避けてもらい、上部を2つ折りにして縫った裏地を中表にかぶせます。表の生地の2つ折りにかぶらないように置きましょう。固定が終わったら縫ってください。縫ってきました。ではしつけを取ります。次はゴムを縫い付けていきます。こちら側も先に縫ってもいいんですが、ゴムが万が一ねじれていたら嫌なので、固定しないでおこうと思います。引っ張りながら縫っていきます。表から見えるので、なるべく返し縫いは短い方がいいです。まずは半分伸ばした状態でゴムを固定して縫います。もう一度引っ張り縫います。これを繰り返していきましょう。3本目ぐらいからもう飽きてガタガタになっちゃいました。皆さんは休憩しながらやってください。次は前身頃を作っていきます。今回私はニット生地を使っているので、伸び止めテープを貼っておきます。空白の方でパリッとされたい方は接着芯を貼るといいですよ。先に端処理しちゃったのですが、貼った後に端処理してください。では2つ折りをします。縫ってきました。次は身頃同士を中表に合わせて両サイドを縫っていきます。縫ってきました。スカートにつけていきます。今回は家にある生地で作ろうと思ったので、スカートもニットです。かなり端が丸々ニットなので、先に裾を端処理しました。最後に裾は仕上げるので、同じ状況の方以外は飛ばしていただけたらと思います。ではこの2枚のスカート生地を中表で合わせて輪っかにしていきます。ちょっとでかくて全体像が見せられませんが、輪っかを作ってきました。前身頃にはギャザーでつなぎ合わせて、後ろ身頃にはゴムでつないでいきます。今から前身頃を合わせる部分のみギャザーをかけていきます。2本ラインかロックミシンをかけていきます。ロックミシンをかけてきました。では2本の糸を引っ張ってギャザーをかけていきましょう。身頃とスカートの中央を合わせるので、印を忘れないようにしてください。
次はスカートにチュールをかぶせます。このチュールとスカートを一緒に身頃と中表で合わせてつなぐので向きを間違えないようにしてください。チュールの端を1センチ折った状態で中央に固定しました。今回私が作ったチュールはグラデーションで切りたくないけどちょっと長めだったのでチュールにもギャザーをかけて長さを調整しました。同じ長さの方は不要ですが長い方は参考にしてみてください。では身頃を合わせていきます。位置が歪まないように注意しましょう。できました。縫う前にめくって位置を確認しましょう。縫った後にほどくのはしんどいです。前を固定した後は後ろにゴムをつけていきます。伸ばした状態のゴムの長さとゴムがついていない身ごろの長さがお尻の大きさになるかゴムの長さを確認しておきます。ゴムが足りないとお尻が入りません。ショックがでかいです。チュールとスカートを固定した方がゴムがつきやすいので縫い合わせます。今回チュールが長かったのでこのタイミングで縫い合わせましたが同じ長さの方は身頃に縫い合わせる前につけてもいいですね。では後ろスカートにゴムをつけていきます。チャーリングと同じくゴムを引っ張りながら縫っていきます。身頃とつなぎ合わせましょう。縫い終わったら縫えているかのチェックを必ずしてください。チェックが終わったら前側を縫い合わせます。先ほど固定した部分がずれていないかもう一度確認して縫い合わせましょう。いらない糸と針を抜いていきます。次は肩紐を作ります。ニットなので完全に伸びないように接着芯を貼りました。リボンでも可愛いと思います。まず上下の短辺を2つ折りしましょう。次は中表に折ってサイドを縫います。縫い終わったら縫い代を割ってください。表に返しましょう。では紐をつけていきます。私は肩紐の中心が7センチにくるようにつけます。お子さんの鎖骨の中心から長さを測ると安心です。上からシフォンをかぶせるので外側につけます。
後ろ側はずれにくいように前よりも中央につけます。シフォンで隠れないかもしれないので後ろの肩紐の端は内側にしまいます。縫い合わせます。ではシフォンをつけていきます。かなり大きな生地なので輪っかにしてつけていきます。輪っかにしてきました。では中央同士をくっつけていきます。今からはトルソーに着せてシフォンをつけていきます。こんな感じになるように縫い合わせていきます。あとはふわっとなるように縫い合わせていきます。中央、肩紐のサイドの順に縫っていきます。はい、ではこのチュールなんですけど、こういうふうにふんわりとさせるためには型紙作りが結構ややこしいので、今回はこの長方形のチュールのこの端っこ部分ですね、この裾の端っこの部分をこの横に縫い付ける形でふんわりを演出してみました。これでもふんわりって見えますよね、はい、そしてこの裾にはレースをつけてみました。このレース在庫処分で1メートル100円で売ってたんですよ。しかもこの色、私のためのレースだと思いましたね。こういう掘り出し物を見つけるとテンション上がります。このシフォン生地の後ろはこういう風な形にしたんですけど、ちょっとずつちょっとずつ縫い合わせながら好みの形にしていきました。なのでこういう風にしたんだよっていうふうにお伝えはできないんですけど、皆さんも少しずつ少しずつ固定をしていきながら自分の思い通りのイメージに合うような形になるように作っていただければと思います。指定されているサイズや作り方を見ながら作るよりもお子様のために仕立てているって感じがしませんか？服作りに正解はないので、自由に自分の個性を表現するものとしても使っていただきたいなと思います。ではこの型紙の作り方ですが、公式 LINE にてお配りしようと思います。全ての方がご覧になりたい動画ではないので、全体公開にはしにくく、ちょっと大人の事情ですいません。PDF と動画をお渡ししますので、概要欄のプリンセス型紙の URL をクリックしてください。プリンセス型紙の URL です。このプリンセス型紙の URL を踏むことで自動送信されるようになっているので、プリンセス型紙の URL をクリックしてください。では今回の動画楽しかった、参考になった、次も見たいという方はチャンネル登録お願いします。公式 LINE では服作りを仕事にしたい方に向けて服作りを仕事にする無料動画講座をプレゼントしています。気になる方は概要欄よりゲットしてください。では皆さんの作ったよ、作るよ、作りたいという写真やコメントお待ちしております。最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。